どうもみたらしです。どうも頭脳です。まあ真面目に挨拶しちゃった真面目なみたらしが話させていただきますよ。改めません はい、最近ですね、まあ、最近というか、うん、僕ここ数年だらだらと筋トレをね続けているんですけれども、そうですね、まあ週1以上の春日真っ盛り、え真っ盛り間違えた、はい、春日真っしぐらですね。あはい、まあ目標は春日もしくは中山きんに君、気づいたらね、あのフィンスイミングやったりね。フィンスイミング、ちょっと潜水みたいなやつだね。春日の情報を小出しされるの困るんですけど、はい、ファンをボディービルダーやってたりするんじゃないですか近々あれはちょっと気軽にできるもんじゃないんで、尊敬してるんですけどね、全然なんか面白くなくて若林に怒られてたりするんじゃないですかいや春日面白いんで好きです告白させていただきました。で、あ、そう、春日じゃなくて、はい、筋トレしてるんですけど、うん、最近まあ大体平日の夜とかに行くんですよ。すごいね、はい、あのね、すごいですね何も出てきませんでしたね今。ちょっと出てきそうで、特にすごくはないんですけれども、行くだけなら、行くだけなんだ。あ、いや行くだけなんだね行くだけじゃないんですけど、何もしてないんか、はい、逆に褒めてほしい、それなら確かに全なんだろう、全なんていうの、あの筋トレマシーンに座るだけみたいな座り心地確かめる多分あのすごい変なあだ名とかつけられてるんだろうな、それジムの人に。うん、多分つけられてるよね。ただ座り心地チェックする、マシン座りおじさん今日も来たよって言われてないんですけども、はい、でもめっちゃ汗かいてるみたいねじゃあ運動にはなってるんでしょう、それで、うん、ちゃんと汗かかなあかんよ。あ、はい、大丈夫です、キッキー使った後ちゃんとアルコール消毒してますなるほど。でですね、まあ、はい、夜に行くんで結構ね、まあ、仕事で疲れたり、疲れるほど仕事してないんですけど、仕事で疲れたりしてるとちょっとね、こう自虐こうなんだろうな、筋トレに身が入らないと言いますか、あ、まあね、よしやるぞっていう気になってない状態の時とかもたまにあるわけですよ、うん、でなんかこれもしかしたら年齢のせいなのか何なのかちょっと分かんないんですけど、うん、なんか眠くなるんですよね。あ、筋トレしながら。そう、筋トレして、しかもめっちゃ追い込んで、あ、息絶え絶えでね、肩で呼吸してる時に、うん、なんか眠いんですよ、目が開かないみたいな。ほうほうほう。でなんか雪山死ぬって思い浮かべるのって、うん、うん、寝るな、寝たら死ぬぞっていうやつじゃないですか。そうね、そうね、うん、そんな寝るやつおるって思いません、うん、あれ。まあ思うよ、あったかい布団なら寝るけど、そんな寝るやつおる、うん、ね、って思うんですよ。うん、それと同じ感じってこと。そう、だからもしかしてこれ俺死ぬんかなって。それはね思ったよ、その酸素足りてねえんじゃねえとか。ああ、それはね割と確信をついてると思います、うん、ああ、ありがとうございますいや、割と本当にそうかもしれない。まあ素直にね褒められた時は喜びますね、うん、僕ね。でそれで僕も思い出したんですけど、おお、まあちょうど1年くらい前、1年とかまあ2年ぐらい前とかに、筋トレをね始め出した時ぐらいに、うん、こうスクワットしてる時にですね、うん、急にね、あのギャーンってきたんですよ。ギャーンってきた。はい、スクワット中に。スクワット中にギャーン。でもちょっとその、まあ、肩にバーベルを乗せてるんですけど、それ落とすんじゃないかぐらいの感じでギャーンときまして。ああ、意識がみたいな。
なんかね頭痛が来ましてですね。はいはいはい。おこれなんか血管でも破裂したんかなって思うぐらいのなんかそのじわじわとかじゃなくてバーンっていきなり頭痛くなりまして、うん、あこれなんか死ぬと思ったんですよその時もあの、うん、で、まあ、とりあえずその時はもう置いてバベルを置いて、うん、でちょっと休憩したらまあだいぶマシになって、うん、でまあマシになったんで大丈夫かなと思ってもう一回担いででスクワットしようと思ったらまたギャーン来るわけですよ、うん、ギャーンね。あでもこれダメだと思ってその日はとりあえず、うんまあ、軽いのとかもしようと思ったんですけどそれ以外のやつでもなんか結構ね負荷をかけると頭がにズキズキ来る感じになっちゃったんでとりあえず帰りまして。なるほどね、うんうん、でそれからもねなんかしばらくあの、うん、次ジム行った時とか、まあ、数日後にジム行った時もなんか負荷かけると、うんま、やっぱりまたズキズキするんですよ。ビャーンでビャーン来るんですよ、うん、でもあれこれいやもう筋トレできないのかなと思うじゃないですかこれ病院行った方がいいのかなみたいな。まあ確かに。でこうね人類の英知 Google 大先生に聞くわけですよ、うん、筋トレスペース頭痛みたいな。あ今のでもう皆さんのスマホにテロが多分起きたと思うんですけどOK Google だわ。どっちかっていうと、ああうちはね Google ですね。ちょそんなのはいいですけどアレクサ、あちょっとほらね、あのはいなるほどね。返事だけはいいんですけど、はい。それで何の話してたっけ、うん、あそうしばらく頭痛が収まらなくなってしまいまして、うん、で Google で調べたところ酸欠だろうと。あ結局はい、そう先ほどのあの寸胴さんのね指摘通り吸ってないんじゃねっていう。酸欠だった、はいはいはい、確かに吸ってないんですよ、うん、思い返してみってやるからやってみるとえてか なんだろうなそのうんってやるってやるときは100歩譲っていいんですよ結構みんな、その腹圧をかけるというかあの力を入れる瞬間は息止めてやる人も結構多くて、うん、それはあんまり体には良くないんですけど、へえ、まあなんかそれ力入らんよね、うん、いや力を入れるために息を止める人が結構多いんですけど、うん、でその後とかにちゃんと息を吸ったり吐いたりしていなかったみたいで、うん、それからはしばらくその僕も意識して呼吸するようにしたら、うん、そのズキズキもね少し収まってなんとか、まあ、軽めの負荷なら筋トレできるぐらいまでには収まったんですけど、うん、もうね日常生活にも支障をきたすぐらいの痛みになってしまいまして、うん、まあだからあれですね要は血液がドクドクなることするともう痛いんですよ頭が。やばいじゃん。そうなんですよ。でも階段とかあんまり喋らない方がいいんじゃない。いやもうね2年前なんですけれどもあ2年前か。あ2年前ぐらいです。それはあそのギャン来たのはね。で、うん、その日常生活やってて人間やってて、うんうん、一番心臓が血管がねバクバクする瞬間あるじゃないですか。まあまあまあそのねありますよね。まあ男女がね男女がまあね入り乱れるやつですかね。あいや入り乱れないタイプの方なんですけどほう、まあ言いたいことは一緒ですね。あ一緒なんや。はいはいはい、はい、要はねお慰めになってる時ですね。血管がお慰めドクドク言うわけですよ。お慰めって何ね何ですか。えお慰めって何と思ってお慰めです。え慰めてる時セルフプレジャーです。はい、してる時に、はいはい、G行為ですすいませんでしたしてる時にですね、まあ、要は血管がもうあれなんか 100m 走全力疾走した時と同じぐらいバクバクなってるらしいんですけど、そうなんだ、ね、あのネット調べですけれども、うん、まあ、要はやばいんですよ。でそのねギャーン来た次の日とかに、うん、何の気なしにこう
抜いたわけなんですけど、もうこう急に下ネタじゃん最高潮にねなった瞬間にですよ、もうギャーン来るわけです頭に。あでも痛くてちょっとそれどころじゃなくてですね、でもあれもしかして俺これから一生これもうできないんじゃないかと思って、でもう旗から見たら多分相当、まあ、あの自分の部屋でね一人でいただけなんで大丈夫なんですけど、ケツ丸出しでもうあのね下半身をティッシュで押さえながらもう右手で頭を押さえてうわーってね、うめいきながらね、もう俺はダメだという感じでうずくまってるような感じになりまして、結局ねその時はこう落ち着いて呼吸をすることでなんとか一命を取り留めたんですけれども。なるほどね、うん、男の呼吸っていうやつですね。はい、でもそれからもうだからだいぶあの軽くなってきたんですけど、うん、あの症状としてはそれでもやっぱりやばいじゃん、うん、あのちょっとねあのなんていうんですか、言いづらいんですけど行きそうになるのに、うんと比例してどんどん頭痛くなってくるんですよね。なんでもう、うん、やばくなってきたら、あやばい呼吸しなきゃと思ってもうすごい勢いで、うん、っていう風に呼吸をして、まあだから要は呼吸したらいいんだ、でもいや、まあ、余計やべえやつに見えると思うんですけど周りからみたいなね。なるほどね。はい、まあそんな戦いを繰り広げなんとか一命を取り留めたっていうことが、うんうん、昔あったなーっていうのを最近思い出しながら、あのスクワットしながらフッ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 ってやってます。不快だなそのフーフー音。これは別に何の他意もないんでね、本当にただ呼吸を、まあ、今マスクしながらやってるんでね余計なんですけど、今皆さんの耳元にスワッサーが聞こえていますよ。ね、ストレッチパワーも溜まって来ると思います。いやー、まあ、いろんなことがありましたね今の話の中でね。いろんなことはありましたね。いやー、びっくりしましたよ、そんな話するんだと思って。いやー、まあどうしてもね寸胴さんがこのラジオに下ネタをね少しずつ取り入れていきたいっていうね。なんなら、ね、はい、あのオードリーのオールナイトニッポンに影響されすぎてもう僕だって下ネタ言いたいってあのなってきてるんで、やっぱねその包み隠さずね、うん、ありのままでいたいという話ですよ。ありのままでいくともう下ネタは避けられないと。どうやらそう、まあそうだね、いうことらしいですね。それはまあね通らなきゃいけないわ。まあだいたいねそういうバカな話には、うん、あの2分の1の確率で、はい、下ネタが入ってくるんでね。あれスーファースーファーじゃなくてさ、話戻すけど、はいはい、声出したらいいやん、いやーっているんですよねたまにね。もうあええこのおじさんどっちの時どっちの時筋トレの時一人の時。いや、なんで僕も付き添ってるんですかね、それ一人の時も一人じゃないんですけど、 あれだオードリーのオールナイトニッポンだとその行為、はい、のことを自分磨きって言ってるんで。あなるほど。あじゃあこのチャンネルでもなんか、うん、チャンネル、ね、このラジオでもなんかそういうの欲しいですね。うん、はい、何かいい案お待ちしております。うん、お慰めのいい案。お慰めね、ということで。声出したらいいじゃんって。ブレブレなんだよねなんか。あ戻れてなかったです、めっちゃ声出したらいいじゃん。うん、それはいるんですよってね。うん、あそうそうそう、あね、その筋トレ中にもいませんか。うん、いるんですよなでもなくて、あの、はい、おじさんがね、うん、もう2回目ぐらいからもう5セット、うん、8回バーベル上げるうちのもう2回目からみたいなのがねもう館内に響き渡る声で恥ずかしい。いやね、される方もいるんですけど、なんだっけ、それで何を書き消すんでしたっけ、その呼吸じゃなくて何
声を出しても一緒じゃないのって思って、ああ息を吸う代わりに声を出せば吸うんじゃないかと。結局そう、僕ぐらいになってくるとですね、あのそんなゆっくりなペースじゃないんで、うん、結構ガチめに呼吸してるんで僕、あのなんだろう、はいはいはい、マラソンしてる時ってそんな声出さないじゃないですか、うん、まあね、はい、それぐらい吸ってるんで僕。なるほどね、はい、割とさっきのあのスーハースーハーはあの誇張抜きであれぐらい吸ってます、うん、なるほど、はい、誰にも多分バレてませんバレてもいいじゃん、うまいことやってます、うまいことやってる、はい、なるほどね、うん、はい、そうですね、ということで、ということで、あの、まあ、筋トレほど負荷をかけること普段ないかな、うん、ないかもしれないんですけど、うん、でも筋トレと同じぐらい負荷がかかってるってことなんだよね。え、どっちですか、裏を返せば、え、お慰めが、あ、お慰めは、いやもうあれはもう筋トレの100倍あ超えてるんだ、もうね超えてます瞬間的な、瞬間最大風速で言えば超えてます。なるほどね、ということで、あの、うん、これを聞いてる男性の皆さん体には体にはというかね、あのすごい負荷かかってるんで気をつけてくださいねっていうことをお伝えしたかったです。これを通して分かりました、ありがとうございます勉強になります、はい、大丈夫かな、うん、めっちゃ下ネタの話して若干心配ではありますけれども、まあ大丈夫ですよ、別に分かる人は分かるし分からない人は分からないはい、分からない人はちょっと、うん、あの次のラジオとかでお会いできたら光栄です今回は飛ばしていただいて、はい、もう遅いんですけど、はい、はい、ということでした、でした、あなんだっけ、おやすみなさいおやすみなさい。あのさ、筋トレあるあるで、あるだ、はい、あるあるだと思うんだけどさ、これ俺もさ一時ジム行ってた時があってさ、うん、なんかさジムの若い女の人ってちょっとドキドキしん、あーなんか露出多いタイプのね、うん、人が多いあるしさ、うん、ちょっとなんか隣のマシーンに座った時とかさちょっと見え張らない重めのね、いつもより10キロ重いところにセットしてそうそう、うん、若干ねレップ数減らし目でも重いの持ちたいみたいなねそう、筋トレはねロマンですねまあ今言ってるとこにはくせえおっさんしか来ません最悪だ、はい、そこで自分磨きしますややこしいな